やったー、KK です。今回はですね、 KK 野球殿堂5日目ということでね、やっていこうと思うんですけどね、まずは見てください、トロフィー8300リーチ来ましたということでね、現在トロフィー8292、世界ランキングはなんと9位ということでね、キュウリということでね、やっていこうと思うんですけどね、なかなかにね、仕上がってきました。でね、今回ね、世界ランキングが高いっていうこともあって、マッチング時間いつも通り3戦だと相当長くなってしまうんでね、今回はめっちゃいいね、リプレイが取れたんで、リプレイ回数2戦とラスト1戦ね、マルチ潜って8300いけるかいけないかというのをね、楽しんでいただけたらなと思いますということでやっていくんですけど、ラスト1戦で使っていくデッキはこちらのクエクローグ使ってやっていきます。でね、まずリプレイ回数やっていくんですけど、このね、神器デッキ、この左の神器デッキ、これがね、最近ちょっと流行っててすごく強いんでね、おすすめします。呪文がタルババしかないっていうのがね、ちょっと特徴的なんですけど、これ強いです。ではまずね、この神器デッキのリプレイから解説していこうと思います。相手はですね、あのデニシトさん、キョスケホグでおなじみのね、この方、もうほぼ最近ね、俺のね、その急戦道のレギュラーとなりつつあるデニシトと、モハメドライト、やっぱこの2人はやっぱ上位で安定してるっていうのもあってね、すごくマルチでマッチングしますね。さあ、この相手の自作デッキか分かんないんだけど、このデッキでさ、ずっと残ってるってやばいよな、上位に。で、今なんですけど、相手のデッキ分かってたんで、相手はアチャクイがきついなと思ったんでね、初手アチャクイで、とりあえず様子を見ていこうと思ってね、出しました。2倍タイム入ると厳しくなるんでね。で、ここなんですけど、すごい、まずもう初っ端から読みを炸裂させていきます。工場出していって、で、ここ相手スケルトン部隊来るまで俺見えてたんで、マジアチャ構えてますね。で、この工場に対してスケルトン部隊来るタイミングでマジアチャ。相手は、ホグ出して、俺に守らせて、スケルトン部隊だけで守るっていう戦法だったんですよ。そこをあえてね、逆手にとってマジアチャで射抜いていきましたね。さあ、ここもね、いや、すごい訳ありなんですよね。ここゴーストで延命して、絶対ファイボが来るんですよ。なんで、ファイボが来るタイミングでちょっと言うの出して、ここ言うの出すことによって、ゴーストがタワーを殴る前に言うのがターゲットを取って、ギリギリのね、バトンつなぎ。ミリ、命ミリの命つなぎということでやっていきました。なんすけど、この残り800がね、一生削れないんですよ。なんで、ここ工場出していきます。相手エリクサーないって思ったんでね。ここ工場出していって、やばい、背中かゆい。ちょっと待って。で、こことかマジアチャで、いやー、ちょっと怖かったんで、とりあえずタルババで様子見ていって、ナイトとかを引き出していって、そこをマジアチャで抜いていきたいなと思いましたね。ただ出してこなくて許容か。さあ、ここのね、この呪文がタルババしかないじゃないですか、この神器デッキ。なんで、この546がマジで鬼ほど遠いんですよ。こっから普通に巻きそうになるからね。こっからどうやってね、546を削っていくのかっていうのを見ていただきたいですね。これはとりあえず左側をね、まあ守るっていうアチャクイですね。で、これね、ゴーストで引き出して、マジアチャで削ろうと思って、ここしっかり角度見て、ここだなって思って、丁寧にやった。そしたら一発入ったんだけど、相手のトルネが鬼早くてね、しっかりと対応されましたね、と。いうことで、まあ、ここはまあ、一発入ったんで、儲けもんかなということです。さあ、ここはもう一枚引き出す、いうの。これでね、まあ、ウィザード以外にもう一枚引き出すことができるんでね。ここは、いや、なんて言うんだろうな。ウィザードもきついし、キョスケもちょっときついし、なんつうか、展開していくユニットがない。ここはゴーストプラスタルババで範囲でやろうとしたんですけど、このホグとトルネがマジでうまいのよ。これがやばすぎて、ホグめっちゃ入りますね。まず、ホグの何がうまいかっていうと、ホグでしっかりとゴーストがウィザードに来ないように、タギを取ってるんですよね。そっからの、ここね、マジアチャったら貫きたかったんだけどね、そっからの、さらにトルネでまとめてウィザードで処理するっていう。このやっぱ、ウィザードトルネとか、キョスケの、とか、ホグとかの使い方がね、ピカイチでうまいですね。ここは、端前でね、もうエリババで溶かしてあげて、ホグが来てもこんな感じでね、言うので対応していこうと。さあ、ここの方が美味しかったな。ここね、カウンター来たと思って、ここで決めようと思ってね、マジアチャこれ読みで出します。なんか真ん中に来たら、貫ける位置ですね。なんすけど、これがまたね、刺さんないですよ。ただ、ここ、見てください。この位置のトルババ。さあ、何読みでもないんですけど、こうやってね、角度を調整してあげることによって、さあ、このマジアチャを2発刺していくと。ただ、3発目が入んなくてね、ここでまだ終わらない。しかも、ホグが1発入ってしまう。ユーノの位置が甘かったな。こっからもうだって679だよ。俺あと15なのに届かないんですよ。もうマジで難しかった。ただ今回はまたね、ゴーストで、ナイトとかを引き出していってマジアチャで削ろうという。もう見てからだと多分無理だから、読みでね、マジアチャ出してやるしかないなと思ったんで、こんな感じでやりました。
さあここはホグ来たらやばいんで手前で溶かしていってしっかりとエリババを回していきましたね。でこの15ここをで、エリババ出してでしっかりと完封することが大事。でここでキョスケ残ってるなと思ったんでキョスケをこのタイミングで貫いていくということでね、これが皆さん KK の分度器の法則ですということでね、皆さんも分度器マジャチャ出すときは分度器でしっかり測ってから出してくださいと。でこ、3戦目は3戦目じゃないや2戦目はこちらのメガナイトラム対決ですね。こっちがファイボーに対して相手はライトニングなんでもう両方アチクイなんでね、そのそれだけで言ったら不利なんですけど、例えば単体アチクイで揺さぶっていったりだとか、あと取っていったりだとか、そういう感じでね、そのユニットの引き出し合いが、まあ、いい感じに有利取れたんでね、こちらの試合見ていこうと思います。まあ、まずはゴーストに対しての受けがなかったんでアチクイで、まあ、タルババ回してしっかり処理していくと。ここのライト怖かったな。タルババに当たったら結構ゴーストが削ったと思うんでね、ちょっと甘かったのかな、それとも当たんなかったのか。一応警戒してね、奥目にタルバは転がしたつもりなんですけど、どうなんだろう、あそこって当たんのかな。さあここはユーノに対して何て言うんだろうな、ゴーストユーノでしっかりとユーノを2対1でしばきに行くって感じなんですけど、ここは相手はメガナイトですね。でこのメガナイト出すときに大事なんですけど、このしっかりとメガナイトとユーノを両方ね範囲攻撃が当たる位置に出さないとどっちも処理することができないんで、結構メガナイトの角度っていうのも大事ですね。これもしっかり分度器とかで測ってあげたらいいかなと思います。さあここはクロークを使った後だったんで、しっかりと相手にクロークがないことを確認してアチャクイエルスピード受けていきます。うん。でこの場面は相手にメガナイトがないんでクロークを打ち得なんですよね。なんでクロークって相手結構きついだろうなと思ってたんですけど、相手ここうまい LSP プラスゴースト、あー違うわ、雪玉でしっかりとね抑えていきます。 LSP と雪玉どっちもね、その雪玉にはないかな、 LSP はクロークをキャンセルするね効果が一応あるんで、タイミングよくやればそれをうまくやられたって感じですかね。さあここは、まあ、左にユーノが来るのが分かってたんでちょっと逆サイにゴーストを出して嫌がらせします。これすると見てください、相手の手札右にゴースト出してるじゃないですか。このゴーストを処理するの相手からすると今の手札だとめっちゃだらそうじゃないですか。ここは、ユーノをアチャクイで処理しようとします。でしっかりと、アチャクイで溶かして LSP タルババで、ほら見てください、右のゴーストが刺さってるんですよ、このスキンね。相手なぜかっていうと相手に受けがなかったから。ここはしっかりとメガナイトを温存してメガナイトで受けていきます。アチャクイに対してはやっぱメガナイトが有効かな。アチャクイの5コスプラスクロークで6コス打たれてもこんぐらい体力が残るんでね、ラムに対してはラム出すといいかな。ここね戻ってきたんでね、カウンターのチャンスしめしめということで、で固めすぎるとライトニングでね全部処理されてしまうんで、こんな感じで両サイドに同タイミングで振ってあげることが大事ですね。でなんで、でここで、あーうまいな、なんで同タイミングが大事かっていうと、ここはね範囲攻撃メガネットにやられないようにゴーストとタルババでサンドイッチ、ここはシンプルに分度器使ってませんでした。結果何の話したっけ、さっきこんな感じで両サイド振っていきます。あ、なんで同時がいいかっていうと、例えば、まあ、右に相手がライトニング、あちゃ右に俺がアチャクイ出してそこに相手ライトニング打つじゃないですか。その時ってライトニング打った瞬間って4コスぐらいしかないんで、例えば左にゴーストユーノとかいたらなかなか受けづらいんですよね。っていう意味で同時攻めっていうのが強いですね。その片方にエリクサー使った時に片方にエリクサーがない状態みたいな。ここはしっかりと LSP でゴーストの正体を表していってからゴーストで受けていくと。こっからもう564まで削れてるんで、正直、まあ、5を3周とか回してもワンチャン勝ったのかもしんないけど、まあ怖いんでね、もうその上位なんで相手もワンチャンの掴み方がうまいんでね、ここはラムを先行させていきます。ここで5防衛が強いんですよね、アチャクに対して。でしっかりと守っていって、でここちょっとやばいなと思ったんですけど、しっかりとメガナイトを構えていって、ここもねしっかりと分度器持ってます。分度器持ってよいしょと、見てください、この分度器計算全部に範囲が当たってると。でここもゴーストでしっかり、これねほらこの範囲攻撃は結構大事ですからね、メガナイト。これが1体にだけしか当たってなかったらあんま処理できないんでね、こういうの大事なんですよねやっぱ。うん、そんな感じで、まあ、両サイドに振るってのが大事かな、相手がライトニングの場合。ここそっか、もう337なら5を2周で終わってたのか、ちょっとこれ気づかなかったな俺。で右もクロークかければよかったんだけど、あ、かけてるわ、
しっかりしてんね。目がたくさんあるな。でここは普通に、まあ、分度器だっても意味ないんで、こんな感じで押さえて、で、まあ、ファイボが強いんでね、こんな感じでファイボでノックバックしてあげて、しっかりとラム止めていく。で、ここちょっと危なかったね。なんですけど、しっかりと、まあ、低め、タワー低めで受けてあげることによって、まあ、ユーノのね、そのダッシュ、そこまで暴れないかなと。いうことで、ここはラムにしっかりと押さえてもらって、まあ、大丈夫だろうと思って、まあ、突進が入ったとしても大丈夫だろうって感じかな。許容できるダメージはなるべくした方がいいですからね。ってな感じで最後ファイボだけ打って、あ、ゼリーということで。ゼリーですね、ゼリー。さあ、しっかりと勝ってきました。まあ、こんな感じですね、メガラム対面は。ということで、ラスト一戦。長くなりましたが、こちらのクエイク領域で潜っていこうと思います。9位からいきます。8300、この重みはなかなかにでかい。8300来て。いきます。レッツ83構想来た、ルーカス、いやすごいな、もうすげえメンツ、やべえメンツの集まりだよ。83構想ってのは 8月3日だっけ、東京マンジリベンジャーズのね、なんか構想が起きた日なんですけど、さしっかりここスケルトンとデリバリーで恐ろしく反応が早い。うん、これは多分彼には気づかれてるな。恐ろしく早いデリバリー。ここはロイホグセパレートしていって、ちょっとクワイク構えていく。なるほど、これ迫撃だ、全然いけるぞ。しかもデリバリーがめっちゃ刺さってる、ビビるわ。これは高め、あーもったいねー。なるほど、ここファイスピでしっかりと処理していくと。ちょっとクローク早かったかな、タイミングもったいないね今の。いやここどうしよう、大砲置いとくか。まあまあまあ、しゃあないしゃあないしゃあないでしゃあない。うーん、ここはロイホグ、オッケーオッケー、全然いい全然いい。これでね、俺の本命はですね、割と右サイドなんですよね。しっかりと右サイド削って、でここはウッド打たずにアチャクイで受けることによって、しっかりとこの両サイドをなんかいい感じに起用することができますね。いやー、これこっちにファイスピーだな。まあコウモリで受けられても多分もう一枚必要なんで、相手からすると。オッケーオッケーオッケー、いやこれ美味しい、一発入ってもいい。ただいやー、やることがねえなー。とりあえずクエイク、アースクエイク、カトリ先行みたいな名前だな。さあ、ここロイフグ出していく。これはもうファイブを使わせる目的です。どんな目的、いやー、ファイブウッドまで使わせられた。でかい。ここは早めのデリバリーで、着衣も出していって、隠れる。よいしょ。で、ここで、こう。で、またファイブかな、ファイブ、オッケーオッケーオッケー。で、ここコウモリ咲いたんで、ファイスピ残しておく必要もないんでね。こんな感じで。で、大砲はずっとここかな。で、こう回転でちょっと上回ったかなと思うんで。うわ、それそれそれオッケー、ファイブ使わせた。これ次のロイフグいけるぞ。そろそろ。ここはファイブ切ったんで、後ろからアチャクイ展開していって、このアチャクイがね、あえて意外と嫌なんですよね。いやーって言ってるよ。さあ、ここはデリバリーからのロイホグ。で、クエイク持つ。で、こうする。ウッド持つ。全部打つ。まあ、手前だろうね。しっかり手前に置いていって、さあここはこうしてクエイクまで打っていきます。なるほど、これはファイスピでしっかりと頼む、入るな。オッケーオッケーオッケー、ここはアチャクイ出しといて、いやこれ正直いい、やられていいやられていい、次また回ってくればいい、また会おう。OK!
ケー、完璧に読んでいる。たまたま。さあ自分に正直に行きたい。さあここは後ろから着衣出していって、こんな感じで相手にそのファイブを使わせてからの着衣展開っていうのが理想。オッケー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 、悪くない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 。いや、来た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 、戦え戦え戦え、もがけ。ああまた負けた。ああマジか、なんで負けんだろこれ。なんかよく負けんだよなこのマッチング。もっとセパロイグした方がいいのか。いやー、ちょくちょく迫撃のダメージが痛かったな。多分あれをなくせばいいんだね。オーケー、ちょっと次やるときは、今回負けてしまったんですけど、ちょっと次やるときは迫撃のダメージ1ダメージも通さずに、まあ、ディガーはしょうがないから迫撃をどれだけ通さないかっていう戦いになるかなと思いました。笛削りは良くないな。うん、もうあとロイフグ飛ばしてアチェクイ後ろから入ってって感じで、まあ、流れとしては良かったんだけど、ちょっと序盤ダメージが痛すぎたかなということで、今回、まあ、8300チャレンジ失敗してしまったんですけどね、まあ、なかなか高い順位まで、さっきぐらいまで6位までいたんですよ。なんで引き続きトロ上げの方頑張っていこうと思います。ということで22位で終わります。次の動画では8300いきたいな。まあ、沼ってるかもしれないけど、とにかくこの後も頑張っていきます。精進精進、ご視聴あずした。次の動画でバイ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 。